今日はですね、スタッフ側からの持ち込み企画で、みゆちゃんって結構辛いのが得意って自分でも言ってるじゃないですか。で、僕はすごい辛いの苦手なんですよ。なのでまあ、辛いの嫌いな僕からしたら、まあ、辛いの好きって言ってるみゆちゃんはすごいなと思うんですけど、どれぐらい辛いものを食べられるのかっていうのを企画としてやってみたいなと思って、まあ、企画の内容としましては、まあ、最近流行りの、まあ、コンビニの、まあ、辛いカップ麺を食べていただこうと思います。イエーイ。カップ麺すら普段食べないんだけど、辛いものは好きだけどカップ麺が普段食べない。カップ麺食べないかもしれないですけど、まあ、趣旨はどれだけ辛いのに耐えられるかってことで、で、まあ、もちろん、まあ、どれだけ辛いかって多分視聴者さん分かんないと思うんですよ。まあ、食べたことある人は分かると思うんですけど、なので、初めにこの辛いもの、出てきたものは僕が初め食べます。身を削って、まず僕が食べます。で、それで、もう辛さっていうのを僕が表現した上で、みゆちゃんに食べてもらいます。それで、僕と同じようなリアクションなのか、まあ、全然いけちゃうっていうリアクションなのか、どうなのかっていうのをちょっと見てみたいと思います、はい、よろしいですか。全然余裕そうですね。え、だってなんか、普通にね、そう、結構、自信ありますか。辛いものは好きやし、得意っちゃ得意だけど、ただラーメンを普段食べないから、ラーメンのその辛いのが得意かって言ったらどうかわかんないです。ああ、なるほどなるほど。まあ、じゃあ、食べてみて、まあ、辛いか辛くないかも。そうそうそう、で、わかんないだけで、ぶっちゃけその不安とか恐怖とかはない。どれぐらいなんだろうなみたいな感じ。で、今回用意したカップ麺がこちらになります。カラカラウオっていう結構人気の商品です。人気なんよ。人気ってことはさ、それだけ食べれる人がいるってことでしょ。辛いので、まあ、有名人気みたいですね。今ウオってついてるのが不安なんだけど、カラカラはいいけど、ウオがちょっと私ゆうちゃんの魚介が苦手ですから、ね、そう、そこだよね。このウオが強かったら食べられへん。ちなみに書いてあるよ、辛いラーメンです。辛いものが苦手な方はご注意ください。その下の3文字読んでください。これ豚骨、はい、魚介、はい、激辛。激辛って書いてありますよね。相当辛いと思います。あ、スガキ屋だ。そうですよ、名古屋でしたっけ。そうそう、愛知です、ね、そうです。じゃあレッツクッキング。あ、クッキング。はい、それでは完成しました。もう僕これ作ってるだけでももうなんか口辛いですね。食べてないやん。どんな感じですか、中身。うわ、赤っ。うわ、なんかめっちゃ赤いとこありますね。僕ちょっと別皿に取ったので、まず僕食べますね。ほんちゃんと見せて、食べてるって。スープないやん。ちゃんとスープないやん。別皿に取ってます。その辺勘弁しました。いや絶対味薄くなってるから。これでもかなり頑張ってます。食べますね。もう辛い、もう辛い。すすった瞬間に辛い。かんら。いや、めっちゃ辛いですよ、これ。本当にできれば食べたくない。スープは、スープはいらない。いらないです。ついてあげるよ。だって絶対さ、そんなそっちの方がさ、もういや、違うんです。別に僕を苦しめなくていいんですよ。辛さが視聴者に伝わらないんですよ。いやいや、スープめちゃめちゃ辛い。スープも飲まなきゃ辛さが伝わんないよ。もうこの時点でもう無理です。めちゃめちゃ辛いですよ。多分僕それ一つ丸々食べれないんです。量がそもそもさ、カップ麺を一個丸々食べないからさ、カップ麺食べないし、そもそもカップ麺をまるまる食べないから、辛さじゃなくて量が。まあでも、まあ普通に一回食べてみて、辛いか辛くないかの判断なんで。オッケー。食べれるんだったらそのまま食べてください。いい？どうぞ。いただきます。うん、辛い、おいしい。まあ、めっちゃ舌がヒリヒリするし、辛いは辛い、本当に。けど美味しいって思える。あ、美味しいって思える。普通にそれ食べれます。食べれる。でも辛い、めっちゃ辛さは分かる。ピリ辛じゃなくてちゃんと辛い。
用意したミルクティーやないですか？大丈夫ですか？でもすっごいピーピーするから口の中全体がすすれないかも。ああ、むせちゃう。うん、いや、そうです、そうだと思います。僕もその量そんなにいってないですけど、口入れた瞬間辛かったですね。辛いっていうか、本当に痛い、ピーピーして、うん、でも全然無理してないですね。パクパク食べてますね。お腹空いてましたしね。普通に美味しいですか？いやいや、信じられないですよ、僕は。だってまだ辛いですもん、口の中。うん、だから辛さは分かるって。別に辛くないとかじゃない、辛いよ。でもそれが美味しいんですね。うんうんうん、すごいな、辛いの好きな人の感覚がちょっと分かんないですね。すすれないね。普通に平らげれそうですか？うん、スープとか飲めますそれ？あ、分かんない。スープはきそう。いや、飲めると思うけど、暑いうちはちょっと、どうだろう。うん、大丈夫。大丈夫だけど、やっぱりなんか、海の味がする。あ、若干する。麺だけ食べたらそんなだけど。うん、すごい、なんか逆にこんだけパク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 食べてるみえちゃん見えるの初めてかもしれないですね。はい、好きだからね。すごい。え、じゃあもう普通にこのお食事って感じですか？え、これ誰得の映像になってるの？いや、あのそのみゆちゃんの辛いものが好きっていうのはどの程度なのかなと思って、でも視聴者さんもそのみゆちゃんが辛いの好きっていうのを知らない人もたくさんいると思うんで、これは僕辛いの苦手ですけど、それでもめちゃめちゃ辛いと思います。それをパクパク食べてます、彼女。すごい、とりあえずじゃあ食事してもらって。ラスト一口。いやー、すごいですね。本当に食べきりましたね。うん、ちょっと残って。しかも全然なんか水ちょうだいみたいになかったし。うん、ない。すごい。なんかテレビとかでよく激辛チャレンジみたいなしてる芸能人もいるじゃないですか。ああいうのみたいな同じ人間じゃないなと思ってるんですけど、同じ感覚を覚えました。味覚が普通の人と違うんだなっていうのが失礼な。すごい、このレベルだったら美味しいって人たくさんいるんですかね。じゃないと人気商品にならないです。うん、これはかなり辛かったです。ごちそうさまでした。なんか正直辛いの好きって言っててもちょっと辛いぐらいが好きなのかなと思うんですけど、相当辛いのまでいけるんですね。ペロッと食べちゃいましたね。なんならいつも普通に食べるよりも食べてましたね。だから辛い方が食欲増す。ああ、なるほど。うん、だからなんかメニューとかも辛い味があるんだったら辛い味を選びがちだし、なんかね、夏にやってる激辛フェスとかもね、いろんなお店の激辛商品がフェスでやってて、そういうのも行ったりしてたから。コロナになってからやってないんだけどね、コロナ前はやってました。本当に辛いもの好きなんですね、じゃあ。うん、じゃあなんか、あれですね、視聴者さんの中で、この辛いの美味しいよとかね、あったらね、教えてほしいですね。コンビニとかで売ってる商品でもいいですし、お店のとかも、ね、コメントいただけたら、みゆちゃん喜んで食べに行くかなと思いますんで。ぜひぜひお待ちしてます。じゃあ企画内容の結果、みゆちゃんは辛いのが好きと言っていますが、それが本当なのかっていう検証の企画だったんですけども、検証なの？実は検証の企画だったんですけども、本当に辛いのを好んで食べるっていうのが検証結果でした。え、好きよ。汗一つかいてないですね。すごいね。企画は以上になります。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。皆さんも気になった方は食べてみてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。